どうも、さかなクンおうちです。そろそろ新生活とか、一人暮らしを初めて始めるっていう方もいらっしゃると思うんですけども、私は一人暮らし、10年目に突入するんですが、今まで買ったものの中で一人暮らしに便利だったアイテムを皆さんにご紹介しようと思います。全部で20個をご紹介するんですけど、1000円未満が9個、1000円から2000円ぐらいのアイテムが7個、そして2000円以上のものが4つですね。全部で20個。ご紹介しようと思います。カテゴリーを分けてご紹介できればと思いまして、キッチンアイテム、洗面所アイテム、バスルームのアイテム、それから日用品で4つに分けてご紹介していきます。今日紹介するアイテムは全部概要欄にまとめてますので、気になったアイテムがあったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで、一人暮らしで便利なアイテム20選早速いきましょう。ではまずはキッチンコーナーからですね。こちらがパール金属の珪藻土水切りラックなんですけれども、これはですね、本当に買ってよかったアイテムですね。皆さんにもぜひ買っていただきたい。まあ、食器を洗った後にこんな感じで、トレーにですね置いて食器を乾かすというものなんですけれども、このようにですね、トレーが珪藻土になっているので、まあ、水をですね吸収してくれるわけですね。いろんなサイズから選ぶことができまして、まあ、こちらはですねスタンダードっていうサイズなんですけど、この珪藻土ね、本当に吸水性あって、割とですね一人暮らしで使う食器の量であれば結構入るんですよ。まあ、私2日3日ぐらい食器溜めちゃうんですけど、洗い物ね、それでもフライパンとか加味しても、まあ、上に重ねることになりますけれども、結構詰めることができます。でここにですね、実は溝がついていて、この溝のおかげでね、こんな感じで水がねここに溜まってくれるんですけど、全然ねこぼれた試しがないんですよ。私普段はねこれ以上ガチャガチャ重ねちゃうんですけど、本当にこぼれないです。でね、珪藻土であることによって、まあ普通のプラスチックのトレイとかだと、この辺にねぬめりとか溜まっちゃうと思うんですよ、端の方にね。ただこちらであればね、ぬめりとかが生じないんで本当におすすめです。ぬめり取り掃除とか本当にめんどくさいですからね。ただ一点気になるのがですね、これ今ちょうど取れちゃってるんですけど、ここにね滑り止めのゴムついてるんですけど、こいつすぐ取れます。では続いてがですね、こちらジョセフのカトラリー収納ですね。これこんな感じで段差になってるじゃないですか。これ何がいいかっていうとですね、この段差のおかげでスプーンとかをね大量に収納できるんですよ。そして仕分けも楽で、本当に斜めになってることによって取り出すのも結構楽なんですね。まあ、フォークかスプーンかはね先が見えないでたまに分からなくなっちゃいますけど、そういう人はねこうやって逆に入れちゃえば、まあ、こうやってどっちか分かるようになると。なのでこういうね、平らなトレーに入れてる人も多いと思うんですけど、それだとねガチャ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 取り出すことになると思うんで、こんな感じで仕分けされていると結構便利です。ただ段差になってるってことは結構高さはあるんですよね。これ8センチ以上の棚じゃないとそもそも入らないです。まあ、なのでこの棚の深さがある方はこちらのトレーはね本当に便利だと思うんで、ぜひ使ってみてください。続いてがですね、こちらの山崎実業タワーシリーズのマグネットレンジフードフックですね。まあ、こんな感じでハサミだったりとか、まあ、お玉だったりとかね引っ掛けておくレンジフードにマグネットでくっつくフックなんですけど、これすごく強力なんですよ。今ちょっとくっつけてみるんですけど、音すごいですよ。もうすごく強力なマグネットですっていう音ですよね。まあ、こんな感じで結構引っ張ってもですねあんま取れないです。まあ、なんか両手で頑張ってこうやって斜めにして取れるって感じですかね。なので今使ってるフックがね結構マグネット弱いんだよなとかね、どっかに引っ掛けてるタイプで落ちてきちゃうっていう方はこちら検討してみてください。ただまあマグネット強いっていうね特徴はあるんですけれども、もうちょっと安い代替品とかまあぶっちゃけあるんじゃないかなとは思ってます。まあ、ただ他でもですねタワーシリーズ結構使ってるんで、まあ、統一するっていう意味でもまあこちらのフックはねついでに買ったって感じです。まあ、思いのほか強力ですごく便利です。で続いてがこちらのタオルホルダーです。なんか十字のね穴が開いてるんですけど、ここゴム製になっていて、後ろにはフックがついてるタイプです。まあ、これタオルホルダーっていう名前なんで、とりあえずタオルをホールドしてくれるんですけど、こんな感じで押し込むだけでタオルをねきっちりとキャッチしてくれるんですね。で取るときはまあこのまま引っ張ればいいと。で後ろにフックがついてるんで、こんな感じで棚のねフックとかに引っ掛けることができます。でタオルをですね使い終わったらここにホールドしてしまうと。で取るときはこのまま取るって感じなんですけど、一応ここの幅がね棚と合わないとガタガタ言う人だったりとか、あとはね棚が太すぎてなんか入んないよっていう方もいると思うんで、ここのサイズだけはちょっと注意が必要です。で一応似通った種類持ってまして、これ後ろマグネットのタイプも実はあるんですよ。まあ、なのでこんな感じでね壁とかにペダッとくっつけることもできます。まあやっぱこちらの商品ね、本当にワンタッチでタオルをねホールドできるっていうのが、タオルかけたりする手間とか考えるとすごく楽ですね。タオルかけるときって結構両手でかけないとぐちゃってなっちゃったりすると思うんですけど、これはワンタッチでいいので片手で全部完結するっていうのがいいですね。では続いてがこちらのブリタの給水ポットですね。まあ、これは本当にですね水をたくさん飲むよっていう方には本当におすすめしたいんですけれども、私毎日水ね1リットルから2リットルぐらいは平気で飲むんですよ。で2リットルのペットボトル買うより圧倒的にお得だよっていうアイテムなんです。
んですよ。まずですね、ここの中にですね、浄水器がついてますと。はい。でそれでろ過をして、この下の部分にですね、水を溜めて、で冷蔵庫で冷やすことによっていつでも冷水を飲めますよっていうアイテムなんですけど、これはね 1.1 リットルのタイプで、まあだいたい1日1回か2回ぐらい入れ替えるんで2リットルぐらい飲んでることになるんですけど、カートリッジがだいたい1ヶ月ちょっとで交換しなきゃいけないんですけど、これメモリー機能がついてまして、カートリッジセットした日から、まあ、何週間経ってますよっていうのが分かるようになってるんですよ。なのでカートリッジ交換とかをね、あれいつ交換しなきゃいけないっけって忘れることがないっていうのがこれいいところですね。ちょっとね冷蔵庫汚いからあんま見せたくないんですけど、まあこんな感じでね、サイドポケットに収まるサイズ感が 1.1 リットルって感じなんで、このサイズはすごく気に入ってます。まあ、いつでも冷たい水が経済的に飲めるっていうのが本当にいいところです。ただこちらろ過した水になるので、1日1回必ず水は交換した方がいいです。結構ねろ過した水って雑菌が繁殖しやすかったりするので、まあ今日あんま飲んでないなっていう日も夜ね必ず定期的に水を交換するっていうのは大事になってきます。でですね、こちらで、まあ、1日2リットル水を使うと仮定した時に、この本体プラスカートリッジ6個のセット商品と、あとカートリッジ6個、まあ、つまり1年間ね2リットルの水を毎日飲みましたみたいな感じの値段にすると1万731円なんですよ、1年間で。で2リットルのペットボトルを1年間ね毎日飲み続けると仮定すると、 Amazon の安い水122円ぐらいの水あったんですけど、それを365日毎日買うとすると4万4530円するんですよ、1年間で。なのでこちらを使って毎日2リットル水を飲めば1年間で3万3799円お得になるんですね。なので1日で93円もらえる計算になるんですよね。なので本当にね経済的なんでおすすめです。では続いてはバスルームの便利グッズです。まずはこちらのボトルフックですね。壁にフィルムをくっつけて、こうやってボトルをねはめることができるアイテムなんですけど、ちょっとボトルの首によってはガタついたりするんですけれども、本当にフィルムが強力なので落ちないです。で私のバスルームですね、壁がこんな感じでボコボコしてるんですけれども、それでもね3ヶ月ぐらい使ってても落ちてこないので、すごくおすすめのアイテムです。でこうやってボトルを吊るすことが何がいいかっていうとですね、こうやってねバスルームに置いておくと、ボトルの底にぬめりとかね謎の汚れが生じたりすると思うんですけど、それがねつかないっていうのが本当にいいですね。設置は至って簡単で、こちらのフィルムをですねまず壁に貼って、でここにフックがついてるんですけど、裏にですねこのフックに引っ掛けるところのパーツがついてますんで、これをですねガチャッとフィルムにセットすれば使うことができます。で一応ボトルの首の太さに応じて調整できるリングがついてまして、このリングをねここにはめて、でボトルを引っ掛けて使うことができます。でボトルね空になったよっていう時は、このままですねフックからこうやって外して、で詰め替え終わったよってなったら、ここにですねガチャッとはめればですね固定することができます。続いてがこちらですね、レッグのバスクリーナーです。こちら毛が細かいバスクリーナーでして、水だけでもね結構汚れが落ちます。で実はですね伸縮性があるんですね。こうスポンジとかで風呂桶を掃除するとですね、結構こうかがまなきゃいけないじゃないですか。これが面倒だと思うんですけど、こちらであればですねリーチが長いので、ほぼかがまずにですねお風呂きれいに掃除することができます。まあ、難点として挙げるとすれば、毛がすごい細かいので水がかなりこのブラシの中に溜まるので、結構乾くのに時間がかかったりもしますね。では続いてがですね、このティディの S 字フックなんですけど、まあ一見何の変哲もない S 字フックって感じなんですが、これですねほとんど落ちないような S 字フックになってますと。これ先端がですね実はフレキシブルに曲がるんですね。なのでこうやってフックにこうやって引っ掛けることができるという S 字フックになってまして、本当に落ちにくいっていう特徴がね第一なんですけど、普通の S 字フックだとねこんな感じで吊るすと思うんですけど、結構ね手前に落ちちゃったりするんですよね。物取った時についでに落ちちゃったりみたいなストレスが溜まると思うんですけど、こちらだとね本当に落ちないので便利です。で3個セットで、まあ、500円ぐらいで買えたりするので、まあ、こちら本当にお買い得です。一人暮らしだとねなんか引っ掛けて置いとくよってこと多いと思うので、こちらもぜひ買ってみてください。さっきのねこちらのバスクリーナーとかもこの S 字フックに私は引っ掛けてます。でこうやって本当に雑に取ってもですね落ちないので頼りがいがあるアイテムです。続いてがこちらですね、 3M のお掃除ブラシです。こちら結構安価なアイテムなんですけど、なんか歯ブラシとかでね細かいところ掃除する人いると思うんですけど、このブラシね本当に硬くてすごく汚れ落ちます。で、ね、細かいところだったりもこれで擦ることによってかなりね汚れきれいになるんで、すごくおすすめのアイテムです。もちろんここね穴開いてるんで、さっきの S 字フックにも引っ掛けられますと。ただこのブラシなんですけど相当硬いので、めちゃくちゃ細かいところの掃除は歯ブラシとかそういう細いブラシの方が向いてるかもしれないんですけど、なかなかへたらずですね汚れを強力にかき出せるので、すごくおすすめアイテムです。では続いてがですね洗面所コーナーなんですけれども、最初にご紹介するのがこちらのフィルムフックマグネットタンブラーですね。これコップなんですけど、まあ、歯磨きに、ね、使うコップでして、こうやってねここにマグネットにくっつけて逆さずりすることができるんですよ。なのでこうやってね、歯磨き終わって水ね
中についちゃうと思うんですけど、これをですね逆さに吊るせるのですごくね水切りが良くて衛生的です。さっきバスルームで紹介したのと一緒で、あのフィルムでねくっつけることができまして、そこにですねこのマグネットの台座がついてるので、そこをねマグネットになってるんで、こうやってくっつけて使うことができます。まあ、たまにね間違って手が当たっちゃった時に落ちるっていうのだけがデメリットかなと思います。ただすごく衛生的なアイテムなんで本当におすすめです。このフィルムもねもちろん落下したことはまだないです。では続いてがですね、こちらの豆板の洗面台スポンジですね。こちらもね非常に安価なアイテムなんですけど、まあ洗面台をね掃除するアイテムです。まあただのスポンジですね。そこにグリップがついてるんで力も入れやすいですし、あと何よりですね手を濡らしたり汚したりせずに掃除ができるっていうのが本当におすすめのアイテムですね。私ですね洗面台がね汚れていると結構テンション下がっちゃうんですよ。で今もね結構3日ぐらい放置しちゃったんで汚れてるんですけど、このサイドの部分とかにねすごく汚れが溜まるわけですよ。あとはこの排水口付近とかね結構汚れ溜まりやすいんですけど、その時はねこのブラシを使ってよくね、僕はあの歯磨きしてる間にここを絶対掃除するって決めてるんで、まあ、毎朝ですねできる限り綺麗な状態で洗面台で顔を洗って、それでテレワークをね迎えられるようにしてますと。本当に洗面台綺麗だとね毎日の朝のですね気分が良くなるんで、こちらはですね手を汚さず歯磨きしながら片手で掃除できるっていう点でおすすめです。まあ、ただこんな感じで裏にねちょっと汚れが溜まりやすいので、これだけはですね、まあ、交換が必要だったりとか定期的な掃除が必要だったりするんで、そこだけがちょっと気になるかなって感じですね。では続いてがこちらなんですけど、これですね何かっていうと、このさっきの豆板のスポンジをねこのままギュッとはめ込んで固定することができるアイテムなんですよ。こんな感じで上向きの刃がついてまして、まあ、これでですねスポンジを固定することができてるんですね。まあ、吸盤式になってるので比較的どこでもくっつけることができるっていうアイテムです。まあ、本当に買った時、まあ、サイズは計算して買ったんですけど、豆板のねこのブラシにジャストサイズなので本当に気に入ってます。ただ横から見ていただくとちょっとわかるんですけど、手前側にやや圧迫感があるので、まあ、そこまで気になりはしないですけれども、まあ、使っててね間違って手が当たっちゃわないかなとか、そういうのだけはちょっと気になったりしますね。では続いてがこちらですね、あのフェイスタオルなんですけど、本当におすすめで、タオル研究所のねタオルなんですよ。フェイスタオル5枚組でだいたい、まあセールの時はもうちょっと安いんですけど、通常1500円ぐらいで売られてて、もうね本当にねふかふかなんですよ。でこれ半年ぐらい使ってるんですけど、もう全然ねふかふか度合いが減らないっていうね、コスパ最強のタオルだと僕は思ってますね。でこれねあのロゴも結構可愛らしいという感じで、カラー展開豊富で自宅に好きなカラーで置くことができて、まあ、タオルに統一感も出るとね、あの洗面所をすっきりするんですよね。洗面所って結構ごちゃごちゃしやすい場所だと思うんですけど、まあ、タオルのカラーが統一されてるだけで結構まあすっきり感は出るかなっては思います。あと家族がいらっしゃる方は家族で色を分けるとかもありかもしれないですね。で普段はですねこの山崎実業タワーシリーズのマグネットタオルハンガーですね、これフェイスタオル用のサイズではあるんですけど、ここにですね丸めてスッと入れてて、まあ、これ取り出しが本当楽で、まあ、入れるときは丸めてねそのまま放り込めばいいんですけど、一応ね両面テープを使って私はドアとかに固定してますと。一応両面テープ剥がれてきたことはないんですけど、まあ、ちょっとなんかあの春のベータで見えちゃってますけれども、まあ一応剥がれてきたことはないという感じです。両面テープも一応 URL 貼っておきますね。で実はですねあのバスタオルもタオル研究所のものを使ってまして、でここに同じように山崎実業タワーシリーズのマグネットタオルホルダーを使ってるんですけども、これねバスタオルだとちょっと4枚ぐらいしか入んないんで、まあフェイスタオルだとすごく取りやすくてですねおすすめなんですけど、バスタオルだとね結構4枚だけってなるとなかなか洗濯追いつかなかったりするんで、フェイスタオルの方が正直まあおすすめですね。で一応あのマグネットって名が付いてるんで、こうやって洗濯機とかにねビタッとくっつけることができます。結構マグネット強力なんでそんなに落ちないですね。じゃあ続いてが日用品系に移るんですけど、これがね本当におすすめアイテムですね。ゴミ箱なんですけど、もうね見ていただくと分かるように目いっぱいゴミ袋広がってるじゃないですか。なのでゴミ袋ギリギリまでねこの状態で詰め込むことができるので、ゴミ袋を取り替える回数が減ります。この横のバーしかゴミ袋を遮るものがないので、まあゴミ袋が目いっぱい広がってくれるんですけど、上にはこんな感じで蓋がついてますと。なのであの生ゴミとか入れててもね一応匂いの拡散は防げるかなって感じです。ゴミ袋取り外すとねこんな感じで本当にですね、横のバーしか支えるものがないんですけれども、本当にねゴミ袋を付け替えるのがめちゃくちゃ楽なゴミ箱なんですよ。こうやってまずね、蓋を外しますと。でゴミ袋を付けるとき、普通のね筒状のゴミ箱だとこうやって上からゴミ袋をね入れなきゃいけないじゃないですか。そんなことはなくて、もうこのゴミ箱の場合横からですねゴミ袋をこうやって口をですね押さえつけて、この状態にしたらこのままですね蓋をガチャッとはめてしまえばもう完成なわけですね。で蓋開けて、まあ、いつでもゴミ入れられますよという感じなんですけど、取り外すのもめちゃくちゃ楽です。まず蓋を取って、でゴミ袋をですね
だって横から取ってしまえばもう簡単にですねゴミを捨てることができるんですね。なので本当にこのゴミ箱使ってからですねゴミ捨てるのがね全然億劫じゃなくなりましたね。こう上からゴミ袋こう引っ張り出して取るタイプって途中で破けちゃったりとか、あとはね目いっぱいゴミを詰め込むことができなくてちょっとゴミ袋まだ余ってんだけどなみたいな状態で取り出さなきゃいけないってことあると思うんですけど、この場合はもう目いっぱい詰められますから非常に手間が減るゴミ箱です。まあ、ただね結構ゴミむき出しな状態で置いておくことになるのでリビングとかにはあんま向いてないかなって思うんですけれども、まあ、1K の方とかあのキッチンとかに置けるよっていう方はこのゴミ箱ね非常におすすめです。では続いてがこちらのアンカーの人感センサー付きライトなんですけど、これですね暗い時に目の前を通るとですね人感センサーが反応して自動点灯、それから勝手に消灯してくれるっていうアイテムです。今真っ暗なんですけどこうやって目の前通るとね自動でついてくれるんで本当にね足元が安心です。まあ、今部屋真っ暗にしてるんですけどこんな感じでね結構足元はね明るく照らしてくれるので安心ですね。まあ、寝室からですねトイレに起き上がった時に今真っ暗なんですけどこうやってついてると足元照らしてくれてるんで意外とですねスムーズに歩くことができて、僕トイレの動線にね一応全部設置はしてるんですよ。こんな感じで光ってくれて、でトイレまでは安全に行くことができると。ただ今ちょっと寝室にいるんですけど、まあ、この位置からですねちょっと動いたりするとあいつ結構光り出したりするんですよ。なので寝室にね置くっていうのはちょっとあんまりおすすめはできないかなっていうふうには思います。まあ、私玄関にも設置してるんですけど一人暮らし帰ってきてね寂しいとは思うので真っ暗の中よりはこうやってね明かりがついてくれた方がまあ安心感はあるかなって感じですね。では続いてがですねこちら玄関コーナーにあるんですけど、これドアにくっついてるんですがマグネットでくっつく靴べらです。ノッポっていうアイテムなんですけど、強力なマグネットがついてるので玄関のドアがねスチール製とかなんか鉄製であればこんな感じで玄関にくっつけておくことができます。まあ、素材はですね実はプラスチックなのでちょっとチープな感じはね拭えないんですけれども、ここにね段差がついてるんで、まあ、これを棚だと見立てますとこんな感じで引っ掛けておくこともできます。で結構ですね尺が長いので割とかがまずにね靴を履くことができます。履くときはねこんな全然かがんでないんですけどこうやって楽にね靴を履いて、でそのまま使い終わったらですねこうやってペタッて貼っておくと。なんで取る時もね場所どこ行ったっけってなんないんで本当に楽ですし、まあ、あとはこうやって床に設置しなくていいので玄関のドアに貼っておけるというのは小スペースなんでいいですね。まあ、ただ貼り付けた時にねこうやってビヨーンってなっちゃうのはちょっと気になるところではあります。まあ、あとは一応円柱アイテムではあるのでマグネットはあるとはいえねこうやって横にはねグラングラーンってなっちゃうのは気になるポイントの2つ目でもあるかなって感じです。まあ、ただ掃除ってすごく便利なのでこれはおすすめですね。続いてがですねこちらの段ボールカッターです。こんな感じでキャップをね閉じることができるタイプなんですけれども、中にはねセラミックの刃がついていてかなり切れ味抜群です。これ2年ぐらい使ってるんですけど全然切れ味落ちてないです。まあ、こんな感じで段ボール届いた時にカッターとかで開けてる人多いと思うんですけど、この段ボールカッターであれば刃が短いのでこれ以上はですね刃が中に侵入していかないわけですね。こうやって開けていけばスッと切れますし中身をね傷つける心配がないんですね。で切り終わった後はもう本当にねワンタッチでしまうことができて、で何よりね僕が気に入ってるのがこれ中にねマグネット内蔵してるんですよ。まあ、なのでもちろんこういうスチール製のねラックにはこうやって貼り付けることができますし、これね私がよく使ってるドローラインとかにもまあくっつきますという感じですね。こうやって場所を固定できるのであれカッターどこ行ったっけってなりにくいんですよ。こうマグネットがね、まあ、くっつく場所に置いてるんだろうなっていう予測がつくので割とね見つけやすかったりもします。私結構物なくしちゃうんでこういうのはありがたいですね。で最後の2つのアイテムなんですけど、これ防虫対策グッズなんですよ。本当にね早めにこれはやっていただくことをお勧めするんですけど、1つ目が防虫ドレインキャップです。エアコンのホースにくっつけるキャップなんですけど、エアコンのホースから実は害虫って結構入ってくるんですよ。でエアコンをね久しぶりに起動したらもうめちゃくちゃ虫が出てくるみたいな話を結構聞いたことはあります。僕はまだないんですけれどもこのキャップをもちろんつけてます。でエアコンのホースですね実はベランダにありまして室外機付近にあるんですけれども、そこに1本ホースが出てるんですよ。でそのホースの先端にこのキャップをねつけるだけで対策が可能ですので、これはもう皆さん本当にやってみてください。前に住んでた一人暮らしの家が結構カメムシがね実は出てたんですよ。でそれどっから入ってくるのかなって思ったらエアコンが一番濃厚だという話を聞いて、それ対策してからですね実はもう全然出なくなったことがあるんですよ。なので今暖かくなってきてますけれども、これからね危機を迎える前にですねなるべく早くこれは皆さんやっていただくことをお勧めします。ただこのキャップの格子よりも小さい虫はどうしても入ってきてしまうので、私はですねもう一個対策をしてまして、それがですねこちらの同じくエアコンのドレインホース用のね防虫メッシュフィルターなんですよ。これをですね二重で組み合わせることによって、さっきのねキャップの格子よりも小さい虫をこのメッシュフィルターで防ぐことができると。なのでね本当にいち早く
これは導入していただきたいです。私もね、実は今の家ではね、一切 G が出たことないんですけれども、前の家だとね、何回かありました。やっぱり出るたびに家に帰りたくねえなーって思うぐらいやっぱり嫌な思い出なので、できる限りの対策はですね、皆さんしていただければなと思います。本当にね、先ほど紹介したキャップだったりとか、こちらのメッシュフィルターっていうのはワンタッチで簡単に取り付けできるので、ぜひ今すぐ概要欄に急いでください。ということで、今日は一人暮らしで便利なアイテム20選ご紹介したんですけれども、紹介したアイテム全部概要欄に貼ってありますので、気になるアイテムあったらぜひチェックしてみてください。普段はおうち時間を快適にするインテリアだったりとか、便利グッズ、ライフスタイル系の動画アップしてますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、お時間ありがとうございました。